盗まれてます。メディアがそれを絶対に報道しない真の理由。あの選挙。 やっぱり何かがおかしい。自民党本部に火炎瓶を持って突入した男性が捕まって話題になってますけど近くまで行った車にはポリタンクにガソリンが20本乗せてあったということでもう明らかにやる気満々だった例のあれでもこれ実はメディアの報道がちょっとおかしいんですよ今回の一件ってどっからどう見ても手の炉なわけじゃないですかでも多くの主要メディアは公務執行妨害とか 火炎瓶投げ込み未遂など、その言葉を使うのを極度に避けてるんですよね。必要以上に報道しない点は、この犯罪者に名前を与えないための措置だと。 言われてますけど、実はそうじゃないのかもしれないっていうとんでもない憶測が今飛んでます。この男性、実は某国政政党と関わりがあったんじゃないかっていう疑惑が今出てるんですよ。と言いますのも、彼が持っていた SNS アカウントを某国政政党の党首が直々にフォローしていたことが判明。 現在は削除してるらしいんですけど、まあそれだけだったらたまたまじゃないって言われるかもしれないんですけど、実はこの人、反日活動家としても色々とやってまして、ちょっと前に福井県の反原発の、まあ、運動にも参加してたんですよ。実はその場には某国政政党の議員さんも参加してる結構大規模なもので、これ何かしらの設 があったんじゃないかって言われてるんですよ某国政政党がやれと仕向けたとは言いませんけどこれって探るに値する情報だと思いませんかなぜなら数年前奈良の最大事で起きた安倍ちゃんの一件あの実行犯の例の宗教団体の件はマスメディアが嫌というほど掘り下げて国会を空転させるまでいったレベルになったわけじゃないですかなぜ今回は掘り下げないんですかそれが私 非常に疑問ななんですよねなんかこの男性のお父さんとかにインタビューしたり SNS の発言などをあげつらったりしてるけど正直そんなのどうでもよくて某国政政党とはどういう関係だったんですかこれは追及すべき件なのになぜかメディアは黙りなんですよ。 いつもの報道しない自由っていうのを炸裂させてるメディア、到底信用できないっていう話なんですよ。例の安倍ちゃんの一件って結局は安倍晋三さんを含めた彼らの グループを全員追い落とすのが目的だったと私は今でも思ってる。だからこそ現在衆院選で公認をもらえずに苦しい戦いを展開している安倍派の議員たちたくさんいますけど、その中でも萩生田さんとかね、最近あの安倍昭恵さんが直々に応援演説に協力されたり、高市さなえさんとかも萩生田さんを応援しに来たりと、まあ相当のプッシュ入ってますけど厳しいみたいです。まあ私実は先日あのーランド Vlog さんのフェスで安倍昭恵 アキさんとちょっとお会いすることがありましてすごく素敵な方でしたが元安倍晋三さんのまあ、マナー弟子たちをこうやって安倍昭恵さんが応援してるのって私は微笑ましく思いますし頑張ってほしいって思ってますまあ、正直与党と某宗教団体 T ってまあ、切っても切れない関係にあるのはこれ事実であり実際に多くの議員がこの T と 密接な関係にあったことも、まあ、事実なんですよね。問題は、そこに違法性があったかどうかであって、付き合いがあったかどうかは、 問題じゃないんじゃないかなって私は思います。まあ、こんなこと言うと私また壺だって言われますけど。でもメディアは彼らを潰すためにあの事件を違う方向に掘り下げていったわけですよ。なんなら実行犯は悪くなかったとまで言っていたメディアもあると。手のろは決して許されないことだが、このことだがの論調でなぜか安倍政権の批判をしてた当時のメディア。でも今回の 自民党本部に突っ込んできたあの男性の事件はなぜか掘り下げないんですよ。これどういうことなんでしょうかメディアの印象操作といえば、ちょっと話変わりますけど、先日から炎上している国際連合が日本国家に対して皇室転播、これ女性差別だと言われなき、 ま、弾圧をしている件。実はあの日、この女性差別撤廃委員会で、実はある日本人が、毅然とした反論をしてたんですよね。国連の女子差別撤廃委員会において、 この着物の女性、皇統を守る国民連合の会、桂ツ奈ギさんは、この議場において、日本の天皇は最主要である。ローマ法王やイスラムの聖職者、チベット仏教のダライラマは皆男性である。国連はこれを女性差別とは言わない。なぜ日本にだけそのようなことを言うんですか世界には様々な民族や信仰があり、それぞれ尊重されるべきであり、内政干渉するべきではないと、きっぱりと反論してました。 このカツさんの発言って完璧な反論ですよね。これってメディアが報道すべき内容であるのに、この件って実はなぜか断りなんですよ。なぜならばメディアは現皇室の形を変えようとしている勢力のプロパガンダ装置だからです。正確には女性天皇を認めさせて、 後の女系天皇の道を完成させようとしている人たちがいて、メディアはそれに加担しているから。このマトなでしこの毅然とした反論は彼らの道筋には邪魔だから報道しないんですよ。 メディアってこうですからね。絶対に騙されないでください。まあ、今回の自民党本部の例の事件も何かがおかしいって話なんですよ。まあ、間もなく衆院選行われます。まあ、今回の一件、大々的に報道してしまうと、まあ、投票行動にも影響があると踏んでの報道統制かもしれませんけど、私はそこに奈良県西大寺駅前で起きたあの事件から、やはり未だにそれは続いてるんだなって確信をしたんです。 であります。 ある意味で実行犯 Y のそれは成功したと言えるでしょう。なぜならば彼の思い描いていた通り宗教団体 T という名のもとに安倍晋三さん及びその影響力を持っていた人たちが次々と失墜させることに成功したから。これ喜んでるのは実行犯 Y じゃないんですよね。それは政権与党奥深くにどっしりと座っているあの人なんですよ。そして今回の衆院選で 彼らがが当選することでも、それって本当に日本の国益になるんですかもちろんこれ見てる人で、安倍ちゃんのこと嫌いな人もいっぱいいることも知ってます。でも、日本のことは好きでしょ日本がもっと良くなってほしいでしょ じゃあそのためには好きな人とか嫌いな人とかじゃなくて日本のために利益持ってこれる人を政治家にするべきなんじゃないんですかそしてそれは誰なのかって今この時見極めなければいけないんじゃないかなって私は思います。まあ、今回与党が過半数割りそうだということで連立を組むであろう保守政党の躍進っていうのが言われてますけどこの選択誤ると数十年前に起きた魔の民主党政権の復活っていう ういうのもあるんんでで皆ささ絶対に選択を謝らないいください、まあ、今言われてんのが、これ前から問題視されてたんですけど、比例区を投票するときって、まあ、政党の名前、もしくは政党の略称を書くじゃないですか。政党の略称、実は立憲民主党と国民民主党って、両方とも民主なんですよ。これじゃあ、どうなるかっていうと、これ暗分されちゃうそうなんですよね。だこれ略称で書くと、あなたの意思っていうのが反映されない可能性は大いにあるんで、 ちょっとめんどくさいけど正式名称名で書いた方がいいんじゃないかなって僕は思います。くしくもこの2024年後半にこの国の将来が決まることが 重なってしまった日本とアメリカ。アメリカの大統領選挙でも実はとんでもないことが判明してます。まあ、投票日11月ということで、もう相当直前まで来てるアメリカなんですけど、実はいろいろと不具合が起きてきてると、情報が集まってきてる。下院議員のグリーン議員が告発したところによると、ジョージア州の D 社の電子投票機。 これトランプさんを選択するとなぜかハリスさんって名前が変更されちゃうっていう不具合が報告されてるっていうんですよ。実はジョージア州の投票って他の州よりも複雑だと言われてて投票機で名前を選んでプリンターが選んだ名前が印刷した紙の投票用紙がプリントアウトされてきます。その用紙には名前だけじゃなくて QR コードも入ってて集計上のスキャナーが名前だけじゃなくて QR コードも呼び込むんですよ。ということは投票機が別の形で 操作されたり、この QR コード読み取りの時点で何かしらの力が関与すれば、これ実は簡単にあれができてしまうって話なんです。4年前、なんとかジャンプみたいな、平成ジャンプみたいなやつが、なぜか激戦州で土壇場になって連発したあの悪魔の時間、実は今時空を超えて再び行われようとしているのかもしれません。そして私たちの前に、 再び立ちふさがる D 社の名前。トランプさん優勢が囁かれてますけど、まだまだ予断を許さない。しかしそれ日本とて同じことで、メディアやそして候補者たちはいいことしか言いませんからね。それはあくまでも選挙用の綺麗なパッケージであると。私たち投票者はそのパッケージを剥がして中にある大福を直に食べないと、 いけないんじゃ、ないんですかいということで、ハロー YouTube 下根塚さんのニュースの猫カバンには、今日もね、ダンプか闇ねえぞこれしました。あ、ちなみに昨日塩大福食べたんで、なんか大福の話した。10月25日、私このチャンネルで生配信やるんですけど、もうすでにチャンネル枠作ってるんで、よかったら皆さん事前いいねしていただけると嬉しいです。今回のライブ配信の名前が決まりまして、ライオアトゥルー祭りです。呼ばれないなら自分で開催すればいいじゃないの <laughs> 俺とはネットだこいつかわいそうな男やお前は。イメチェンしました。いやなんでベトナムのカフェいけるいけるヨジョンちゃんがより北九州味が強くなって何よりです。まあ、あの北九州の若いお姉ちゃんはだいたいみんなこの髪型してます。でこと、そして男はこうです。ひゃっほー リィープにつかやもあぶがディル」「ひ妻の手料理食べたいな」